どうもビタです。パワープロやっていきたいと思います。はい、本日は栄冠ナインやっていきましょう。そして夏の大会決勝戦勝つことができました。そして甲子園大会2連覇、春夏連覇と夏の連覇することができました。黄金世代入ってからまだ負けを知らずです。はい、そしてまあ夏の大会が終わったということで、まあ選手の紹介していこうかなと思っております。でもう新人、まあ1年生2年生のチームで総合戦力 B ですね。なかなか育ってます。そしてやっぱりね、黄金世代なんで、まあこれぐらいはあるのかなと思っております。そしてまあこんな感じ、まあ1番から見ていきましょうか。で、菅原くん、1番菅原くんとなってますが、自分は1番屋敷くんにします。やっぱりね、この天性 OB、 まあ足が速い、ミートが高いということで、まあこの子は1番に据えていこうかなと思っております。そして菅原くん、まあ何もない盆栽の選手ですが、走力91、そして流し打ちバント職人ということで、かなり頑張ってくれてます。この子は役立ってます。なので2番据えております。で、3番がね、迷うんですよ。滝くんにするか笠原くんにするか、どっちがいいですかね。滝くんがね、パワーヒッターを覚えてほしかったんですよ、ずっと。ですが、アベレージヒッター取得したんですよね。なので、滝くんは3番にして、笠原くん、打率5割近いので、4番にしましょうか。で、あれ、矢部くんが出てね。矢部くんのね、覚醒を待ちたいんで、6番矢部くんにしようかな。5番は、まあ、前回の公式戦で、結構活躍しました。それまでは全然打てなかったのにホームラン3本ぐらい打ってくれたので、まあ池上くん5番にしておきます。で、この子は弾道4にしてパワー S にして、まあパワーヒッターとして育てようかなと思っております。チャンスいいなのが微妙なんですよね。矢部くん5番にするか、池上くんホームランバッターとして6番に据えておきましょう。で、矢部くん天才として、まあ野手転向しましたが、まあなかなかな、能力となってます。で、弾道を上げて、ちょっと打率を上げていきたいと思ってます。そして、まあ、チームプレイ丸が覚えたので、まあ、これからって感じですね。しっかりと打ってほしいですね。で、池上くん、山根くん。まあ、うちの外野手もういないんですよ。矢部くん外野手なんですけども、まあ、山根くんは、盗塁 A もあるし、こっから走力を上げて、次世代の2番打者か1番打者にしようかなと。屋敷くん、菅原くんが抜けた穴を埋めてもらおうかなと思ってます。で、うちのエース、塚田くん。塚田くん9番かな。まあ、まずは、春樹くん。春樹くんのとこ1年生にしようがすごい迷ってるんですよね。この子、進歩。なかなか、能力としてはいいんですよね。で、2年生がやっぱり、スタメンに多いということで、来年がちょっと怪しいので、これは進歩くんにしようか。春樹くんは代打の神様になってもらいます。はい、で、しんぼくん、頑張ってキャッチャー C、B に上げていきたい。まあチャンスがあればね、頑張って上げていこうかなと思っております。で、塚田くん、まあうちのエースですね。押しも押されぬうちのエースです。まあちょっと最後スローカーブね、準決勝で覚えて決勝グダグダでした。まあこれからスローカーブ3、4と上がっていけば無敵なピッチャーになっていくと思います。しっかりと頑張っていきましょう。伸びへ、ジャイルボール、重い球、リリースで投手低め、なかなかいいと思います。野手能力もぼちぼち上がってきました。頑張ってください、お願いしますって感じで、一応うちのチームメイトですね。で、控えとしましては、うちの抑えのエース宮川くん、塚田くんがいなければ確実にエースになれてた人ですね。試合もほとんど最後の1回、まあ1打者とかしか投げないのにここまで育っております。伸びへ、ジャイロボール、脱三振、牽制、いいですね。まあ、来年までしっかりと抑えを守ってください。お願いします。そして、まあ、天性 OB の大野くん。今1年生で変化球を徐々に上げていこうかなと。まあ、変化球量をね、最終的に20ぐらいいきたいとは思ってますね。クイック B、回復 B、尻上がり、脱三振。まあまあまあ、とりあえず、塚田くんが引退するまでは、まあ、ポットでとなりますが、塚田くん引退してからは、エースとして君臨してもらいます。はい、まあ、こんな感じです。こんな感じのチームでやっていきましょう。
まあ、とりあえず進めていきましょうか。うん、ではやってまいりまーす。はい、すいません皆さん、少し今結果画面になっております。まあ勘のいい人は気づいたかもしれませんが、動画消しちゃいました。何かの不手際で動画は消えてしまい、うん、同大会の1回戦2回戦は結果だけの発表となっております。はい、一応夕張電工と北斗大地に5対2、6対2それぞれ勝っております。まあ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 、すいませんでした。まあ特納とかは確か覚えてなかったはず。うん。なので、次は地区大会、1回戦からやっていこうかなと思っております。また、次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さようなら。